阿蘇の大自然でテイクアウトランチがしたい。コロナ禍の今、阿蘇市の飲食店では素敵なテイクアウトメニューが充実しています。でもテイクアウトしたとしてどこで食べよう？駐車場はあるの？トイレやゴミ箱もあったらいいな。この動画ではそんな疑問にお答えしつつ、阿蘇市でのテイクアウトをより楽しむためのおすすめの休憩スポットを4つのエリアに分けてご紹介します。最終回となる今回は、大分県との県境に位置する波のエリアです。蕎麦や神楽の里として有名で、波のならではの道の駅と一押しの絶景スポットをご紹介します。ぜひご覧ください。こちらは道の駅波の神楽園。イベントスペースや蕎麦の加工場などを備えた道の駅で、波のならではのお土産を買うことができます。休憩スペースや遊具のある広場などもあり、テイクアウトした食べ物を持ち込んでのんびりと休憩できるおすすめスポットです。最後に紹介するのは、阿蘇カルデラ東部の最高峰鬼岳。360度開けた眺望は絶景で、阿蘇五岳のみならず、大分県の九十連山や宮崎県の祖母山まで見渡すことができます。山頂付近に駐車場やトイレもあるため、気軽に訪れることができるという点でもおすすめです。また山頂は東方と西方の2つの峰からなり、これらをぐるりと囲むように整備された道は、朝日稲荷神社の参道にもなっている美しい遊歩道で、季節の草花を見つけながらゆっくりとお散歩をするのもいいかもしれません。阿蘇の大自然を満喫したい方は一見の価値ありです。テイクアウトおすすめスポット特集、いかがでしたか？コロナ禍でも密を避け、大自然に囲まれた阿蘇市ならではのテイクアウトを楽しめる場所がたくさんあるので、ぜひあなたのお気に入りの場所を見つけてみてください。阿蘇市の飲食店のテイクアウト情報はキャッチミールをご覧ください。